シディアとは脱獄した iPhone、iPod Touch、iPad で動作するサードパーティー製の iOS 対応ダウンロード販売プラットフォームを提供するアプリケーションソフトウェアでユーザーはパッケージソフトウェアを検索しインストールできる。シディアで配信されるソフトウェアの大多数は無料だが、App Store と同様シディアストアにて購入できる有料のソフトウェアも多数ある。 脱獄したデバイスをカスタマイズすることを目的とするソフトウェアが多数を占めている。シディアは APT のグラフィカルフロントエンドと DPKG パッケージ管理システムで運用されており、ソフトウェアはソフトウェアリポジトリの分散システムで配信されている。またシディアは J. フリーマンと経営する相違ケットによって開発されている。シディアという名の由来はコドリンガの学名である。 シディアポミネラから取られており、ことわざである、ワームインザアップルを意味するとしている。シディアは脱獄した iOS のグラフィカルユーザーインターフェースにて、アップストアで入手できないソフトウェアを APT リポジトリを使ってインストールする。並びに APT がベースになっており、一つのホストへの依存を回避し、いくつかの信頼できるデフォルトソースが付属するリポジトリアグリゲーターとなっている。 多くのソフトウェアがそれらのリポジトリで配信されており、リポジトリの追加も容易である。iOS での開発をオープンソースで行うことが可能で、開発したソフトウェアをサーバーでセットアップ、ホスティング、管理、自身のリポジトリのアップデート、コミュニティでの共有ができる。デフォルトソースはパッケージサブミッションを受け入れており、もし別々のリポジトリにホストされた場合にパッケージが 多く露出することを助ける。ソフトウェアパッケージは iOS デバイスにおける Apple のプレイインストールアプリケーションと同じ Applications というディレクトリに直接ダウンロードされる。デバイスは脱獄しても引き続き公式の App Store で購入、ダウンロードすることが可能である。シリアは iOS デバイスを脱獄させる過程でインストールされる。脱獄のためのツールであるザフォーン ジェイルブレイクム、クイックポン、レッドスン 0W、パープルライ 1N、ブラックライ 1N、リマラ 1N、グリーンポース 0N、アブサン、イベイシー 0N、パング、タイグで、脱獄時にシディアを任意化自動でインストールさせたり、同じく脱獄ツールであるポナジツール、s n レイはブリス、レッドスンレイダブリュー w によって作成されたカスタム脱獄ファームウェアを復元させるときにもシディアが、 インストールされる。シディアで配信されるソフトウェアリストのスクリーンショット。青文字は有料のソフトウェア。シディアで入手できるソフトウェアの大多数はエクステンションや iOS のインターフェースや iOS エコシステムにおけるアプリケーションのカスタマイズが占めている。これらのソフトウェアは脱獄したデバイスで動作しユーザーインターフェースを変えたり既存のアプリケーションに 新たな機能を加えたり、ボタン動作をカスタマイズしたり、ネットワーク機能を拡張したり、その他システムをカスタマイズするといった、通常のアプリケーションでは不可能な機能を提供する。ユーザーは、インターフェースのカスタマイズや、パーソナライゼーションや、希望の機能を追加、デバイスの不満点を修正といった目的でインストール、並びにファイルシステムや、コマンドラインツールへのアクセスを提供することで、 デバイスでの開発作業を容易に行っている。シディアで提供されるソフトウェアの大部分は独立した開発者が手掛けている。シディアで人気のあるソフトウェアには、ウィンターボード、マイウィー、スペセティングス、バレル、ディスプラウトなどがある。シディアで配信されている多くのエクステンションは、フリーマンが開発したモーブルサブストレートというフレームワークをベースにしており、書き込みプロセスを生成したり、 システムのメンテナンスを容易にする。シディアにあるパッケージソフトウェアは iOS アプリケーションのセキュリティサンドボックスに制限されないためソフトウェアをインストールする前に開発者について調べるなどして自身のコンピュータにインストールすべきかどうか検討するのと。2009年3月フリーマンはアップストアのようなシディア内でソフトウェア開発者がソフトウェアを販売するための シンプルで統一された支払いシステムを発表した。ユーザーは Amazon Payments や PayPal を使ってシディアで購入することができる。ユーザーが新たな iOS デバイスに機種交換したり、デバイスを元に戻す場合もあるため支払い証明には Google や Facebook アカウントが使用され、再購入せずとも過去に買ったソフトウェアを記録してインストールすることができる。また、 短期間でのアカウントのリンクは、不正行為とみなされる。販売される有料ソフトウェアの多くは、シディアストアの支払いシステムを使用しており、売上げの30%をペイパルへの手数料や、サーバー費用に充てている。開発者は、必ずしも課金にシディアストアを使う必要はなく、ラキンフォーやバイツムズのような別の課金システムもあるが、シディアストアとは別に開発者の提唱するやり方で、 登録しなければならない。2018年12月、約9年間運営され続けてきたシディアストアが同月末に完全に終了することが発表された。2009年9月、インストールするソフトウェアを提供するだけでなく、シディアはユーザーが所持デバイスに入っているアップルが現在、提供していない iOS のバージョンを任意で下げられるように改良された。シディアはアップルが iOS の復元をチェックするために使用する SHSH ブログと呼ばれるデジタル署名をキャッシュしている。シディアのストレージメカニズムは反射攻撃の手段を用いることでユーザーがデバイスに iOS の過去バージョンにダウングレードできるようにしている。例として脱獄したデバイスを非脱獄の iOS バージョンにアップグレードした場合でもこの手段で脱獄可能なバージョンにダウングレードできる。 iOS 5.0以降では SHSH システムにアプテコットのランダム数字を加える方法で反射攻撃がより困難になっている。レッドスン 0W のバージョン0.9、9ビット9以降ではアプテコットを保存し SHSH とアプテコットを後で再現することが可能になっている。シディアの使用は脱獄したデバイスに依存しており、 アメリカ合衆国では iPhone を脱獄させることは法的にグレーゾーンとされていたが2010年7月米国著作権局が iPhone の脱獄はデジタルミレニアム著作権法に抵触せず合法という判断を下した。しかし Apple の規約では脱獄はデバイスの保証対象外になり認証していないソフトウェアを使用するとデバイスの動作が不安定になる可能性があるとしている。 脱獄には通常、レッドスン 0W などのソフトウェアをコンピュータ上で使用するが、JL ブレイクムというウェブサイトのように iOS 4.3、でデバイスに搭載されているサファリのようなウェブブラウザで脱獄する方法がある。フリーマンがシリアを最初にリリースしたのは2008年2月で iPhoneOS 1.1で動作するインストーラー、アップの代替でオープンソースとしてだった。 しかし iPhoneOS2.2 がリリースされた同年7月以降、シディアは最も人気のあるパッケージマネージャーとなっていった。2009年8月、フリーマンは約400万人、4000万人の iPhone や iPod、タッチユーザーの10%がシディアをインストールした。と発表した。2010年9月、フリーマンの会社であるソーイケット、LLC はロック、アップのメーカーである。 ロックユアフォーン、インクを買収。シディアストアは脱獄した iOS デバイスに対応する最大のサードパーティ製アプリケーションストアになった。同年12月、フリーマンは MacOS 10対応のシディアストアを Apple の m a c a p ストアの代替ではなくあくまでも保管目的として計画していることを発表したが、2012年8月2日にフリーマンは近い将来に マック対応のシディアがリリースされることはないと発表した。フリーマンが開発した iOS 対応のモーブルサブストレート、現在はシディアサブストレートに名前が変更されている。と同等の機能を実現させるマック対応のサブストレートを作成するのが困難であるためとしている。2011年4月現在、シディアは 年間1000万ドルの売上高と週間450万人のユーザー、年間25万ドルの税引きご利益を上げている。2016年現在、ルカ氏による iOS10.2 の脱獄が確認されている。また、iOS11 の発表も6月にあり、パング、チームなども iOS11 の脱獄への取り組みをするなどと示唆しており、今後も、 iOS 10.3X や iOS 11においての脱獄が生まれるかもしれない。2017年現在、64ビットプロセッサ搭載デバイスへの最適化が完了しており、これに伴ってパフォーマンスの向上やバグの修正が行われている。また、ヤルーによる iOS 10へのシデや導入が可能となり、iOS 10に完全対応した。同時に、 リポジトリの編集によるバグが修正された。同年11月頃から iOS11 でも脱獄できるようになるとの噂があり、12月頃に iOS10.33 に利用可能な脆弱性をシグザ氏が発見し、iOS11.1 に以下で使える脆弱性をパングチームやヤン氏が報告した。そしてクリスマス前後に、 iOS 11.12の開発者向け脱獄ツールがリリースされた。その後、3 2ビットデバイス向けの iOS 10.33用脱獄ツールもリリースされ、6 4ビットデバイス向けの iOS 10.33用脱獄ツールもリリースされた。2018年7月頃に iOS 11.2から11.31呼び、 iOS 11.4ベータ3向けの脱獄ツール、エレクトラがリリースされた。なお、2017年のバージョン1.130公開後、シディア開発者であるフリーマンによるシディア本体のアップデートが停滞しており、iOS 11には正式対応していない。そのため、iOS 11におけるシディアは、エレクトラの開発チームによるパッチの適用によって動作する、 バータリ的な環境にある。また、最新の脱獄ツールや API との互換性を保つことが困難なため、iOS11 の脱獄ツール Electra を開発した Electra チームにより、シディアに代わるインストーラー、s i の開発が行われている。シ i r はシディアと UI が大きく変更されるが、使い勝手は問題なさ、開発者側の更新がより簡単になる。また、 シリオでは2015年4月2日以前の脱獄アプリは非表示になる。しかし2015年4月2日以前のもので使えるものがあれば手動で追加される。シリオはマルチコアに対応し iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 等コア数が多いデバイスは他のデバイスに比べ大幅に高速で動作するという。また、 蒸気以外のデバイスでもシディアに比べ高速で動作が期待される。シリオはラテン語で再起動を意味する。ありがとうございます。